投げました。低めの球打った。セカンド横飛び、あと取れない。センター前に転がっていきました。バッターは3番鳥谷、今日3打席目。さあ1球目、ボールアウトサイドわずかに外れた。さあ次の投球です。変化球ストライク、インローへ投げました。高めボール球打った。ボールは後ろ、ファウルボール。一塁牽制球を振ります。セーフ。投げました。インコース引っ張った。ファーストボールを取る。セカンドへアウト。一塁へアウト。ダブルプレー。セカンドゲッツーに仕留めました。バッターはベテラン金本、今日2打点を挙げています。金本第1球を投げた。フォークはストライク。アウトコース低めいっぱい、ストライク。追い込んでから第3球を投げた。飛んだ。ボールを取った。一塁送球アウト。スリーアウトです。5回表が終了して4対3、タイガースこの回0点に終わっています。ホークスこの回は上位打線から始まります。先頭バッターは2番川崎、これが3打席目になります。さあ2球目、ボール外れました。投げた。内角ギリギリいっぱい、ストライク。まっすぐできました。さあ4球目、外際どいボール。ワンエンドスリーから第5球を投げた。打った。赤星前進、ボールは中継。ソフトバンク同点のチャンスを迎えます。第1球を投げました。打ちました。一塁送る、アウト。ワンアウト。ワンアウトランナー二塁に変わります。ここでバッターは速報、一打同点の場面を迎えています。直球を投げました。ストレートはボール。国保よく見ています。投げました。打った。引っ張った。これはサードファーストへ、アウト。そしてバッターボックスは柴原、ソフトバンク同点のチャンスを迎えています。変化球ストライク、インコースへ。まずは初球決めてきました。投げました。打った。ファウル。第3球を投げた。打ちました。ファルボール。次が4球目、引っ張った。ファルボール。あと打ち上げた。ライト前に出る。取って、これで3アウトチェンジ。二塁ランナー川崎残塁に終わりました。前半終わって4対3、タイガース1点リードは変わりません。試合は後半6回に入ります。先頭バッターは5番新井。さあ初球ストレート決まってワンダッシング。打った。引っ張った。入れていきます。ファウル。第3球を投げた。ゴン外れた。インコース際どいところ。第4球を投げた。打った。ライトへ上がっている。ライト交代。追いついて取りました。ワンアウトです。バッターは6番関本、今日3打席目。第1球を投げた。外れた。ボール。ボール1から第2球を投げた。まっすぐに送ってストライク。インロー決まってワンエンドワン。第3球を投げました。ボール。インサイドわずかに外れた。第4球を投げました。見送ってボール。第5球を投げました。インコース引っ張った。ヒットになります。関本一気に二塁へ。タイガー今日2本目のツーベースヒット。ワンアウトランナー二塁に変わります。バッターは7番メンチ、タイガース追加点のチャンスを迎えています。さあ次の投球です。投げました。ボール。スライダー外れました。これはわずかに低いか。ワンエンドツーから投げました。インコース詰まった。ファウル。ツーエンドツーから投げた。インコース詰まらせた。ファーストこれは守備範囲内、そのままベースに入ってアウト。
さあ追加点のチャンスにバッターリン、第1球を投げた、スライダー決まってストライク、アウトコース低めに入れてきました。初球ストライクから投げた、スライダーはストライク、さあ追い込まれました。外角際どい球ボール、第4球を投げた、インコース高めいっぱい見逃し三振、スリーアウトチェンジ。6回の表が終わって4対3、タイガースこの回の攻撃は0で終わっています。6回の裏1点を追いかけますホークスの攻撃、先頭バッターは6番松田、これが3打席目になります。インサイドついてボール、ワンボールから第2球を投げました、真ん中低め変化球ストライク、第3球を投げました、ストレート見送ってボール、松田集中しています。次が4球目投げました、直球見送ってボール、これも外に外れました。直球打った、鳥谷掴んだ、ファーストへ送る、アウト、ワンアウト。バッターは7番村松、第1球を投げました、ボール、ストレート外れました、これはわずかに高いか、打った、掴んで2アウトになります。バッターはベテラン田村、今日3打席目、第1球を投げました、膝元変化球ストライク、初球まずは入れてきました、投げました、フォークボールストライク、打った、ファウルボール、通座審から第4球を投げた、ヒット、田村、これで今日は3打数の2安打、まっすぐ決まったストライク、ワンマシン、第2球を投げた、打ちました、これはキャッチャー一塁へアウト、一塁ランナー田村残塁に終わりました。中盤終わって4対3、タイガース依然1点リードです。試合は終盤7回に入ります。先頭バッターは9番矢野、内角際どいボール、第2球を投げた、直球決まってストライク、投げました、打った、これは詰まっています。この打球は取れるか、取れるか、レフト前進、これはヒットになります。さあノーアウトのランナーが出ました。第1球を投げました、フォークはボール、まずは低め、第2球を投げました、一塁送球、スコアリングポジションにランナーを進めました。ワンアウトランナー2塁に変わります。バッターは2番平野、投げました、アウトロー打ちました、取りました、矢野、ハーフウェイから2塁に戻ります。ここでバッターボックスは鳥谷、ここまで1安打、第1球を投げました、ストライク、膝元厳しいボール、第2球を投げました、低めの球ボール、フォークボール決まってツーエンド、バッター追い込まれました、三塁線フェアだ、二塁ランナー三塁回ってホーム、バックホームはどうか、タイガーさらに1点追加、鳥谷レフト線へのタイムリー、ここでタイムがかかります。和田マウンドを降りました。マルケンボーク今日2番手としてマウンドに上がります。バッターは4番金本、ここまでヒットは1本、ボール直球外れました、わずかに外、4番レフト、さあ2球目引っ張った、高い球打った、ライトへ上がった、伸びる、さらに伸びる、ライト見送った、ホームラン、ツーランホームラン、ライトスタンドへ吸い込まれていった。右バッターボックスは5番新井、これが4打席目になります。第1球を投げた、ショートのグッドビー、一塁へ送る、アウト、スリーアウトになりました。いい守備を見せました。満員の福岡ヤフージャパンドーム、そのライトスタンドから今たくさんのジェット風船が放たれました。7回の裏、ソフトバンクラッキーセブンの攻撃に入ります。左バッターボックスはトップバッターのゴルダ、今日はヒットが1本、ヒット、本田、これで今日は4打数の2安打、
ここで怪我を負った選手の情報が入ってきました。川崎、ダイビングキャッチをした際負傷してしまったようです。そのままプレー続行です。今日2本のヒットを放っている川崎、一塁ランナースタート、投球ストライク、ボールを二塁送った、タッチアウト、盗塁失敗。初球空振りから投げました。これはバットの根元、ショート落下点、ショートボールを掴んでアウト、2アウト。バッターは DH の松中。ここまで1安打、直球外れました。第2球を投げました。内角高めいっぱい、ストライク、投げました。ストレート打った、右中間へ大きい当たり、伸びる伸びる、まだ伸びる、諦めた、ホームラン、ホームランです。そのホームラン、右中間スタンドへ吸い込まれていった。久保田打たれました。ここでタイムです。久保田降板、アクソン今日2人目のピッチャーとして登板です。バッターは4番小久保、ここまでヒットは1本。第1球を投げました、打ちました、初球打ち、ファールボール。第2球を投げました、カーブはボール低め。第3球を投げた、外、直球外れてボール。次が4球目、ストレート打った、両手を広げて取りました。これで3アウト。7回の裏が終わって7対4、ホークスあと3点を追いかけます。これからタイガースの攻撃に入ります。ここまで2安打の関本、打った、引っ張った、三遊間ライナーへ打った、関本これで3安打猛打賞。おお、これはわずかに低いか、低めギリギリいっぱい、ストライク。ワンエンドワンから投げた、チェンジアップはボール低め、投げた、チェンジアップ外れました。メンチよく選んでいます。さあ投球5球目、チェンジアップ決まった、ストライク。さあ6球目、直球空振り三振、これでワンアウト、ランナーは一塁変わりません。バッターは指名打者リン、ここまでノーヒット、直球ボール、まずはアウトコース。第2球を投げました、ストレートはボール外へ。第3球を投げました、直球ボール。さあ4球目、大角打った、センター前ヒット、リン初安打、ワンアウトランナー一塁二塁に変わります。さあダメ押しのチャンスにバッター矢野、投げました、膝元直球ストライク。第3球を投げました、打ちました、あっと詰まった、ふわっと上がってどうだ、落ちるか、ヒット、レフトバックホーム、セーフ、タイガー、さらに1点追加、矢野タイムリーヒット。ここでタイムを取りました。ファルケンボーグマウンドを降りました。ニセ今日3人目のピッチャーとして登板です。ワンアウトランナー1塁2塁に変わります。打順トップに帰って赤星、スライダーはストライク、まずは外角、投げました、落ちる球見送ってボール、これはわずかに低いか、ワンエンドワンから投げた、内角際どい球ボール。バッティングカウントから投げた、内角低め打ちました、レフト前クリーンヒット、レフトバックホーム、リン今ホームイン、タイガーさらに1点追加、赤星レフト前タイムリーヒット。第1球を投げた、フォーク決まってストライク、アウトコース低めいっぱい、アウトの変化球ストライク、ニセ追い込んでいます。ツーナッシングから投げた、内角低めいっぱいから三振、3球できっちり仕留めました。初球打ちました、ファウル。さあ次の投球です。アウトコースわずかに外れてボール、ワンエンドワンから投げました、引っ張った、取ってアウト、スリーアウトチェンジ。8回の表が終わって9対4、タイガース、さらに2点を追加しています。これからホークスの攻撃に入ります。この回のトップバッターは柴原。今日はヒットが1本、外のボールで持った。関本、ボールを掴んだ。1塁アウト、ワンアウトです。バッターは6番、松田。ここまで1安打。
投げました。内角低めいっぱいストライク。さあ2球目打った、ピッチャー取った、ファーストへアウト。バッターは7番村松。さあ初球打った、平野取った、ファーストへ送るアウト。これで3アウト。最後はセカンドゴロに倒れました。8回の裏が終わって9対4タイガース、5点リードは変わりません。さあいよいよ最終回に入ります。先頭バッターは4番金本、今日はツーランホームラン1本。スライダーボール、アウトコースへノーツー。第3球を投げました、低めボール、ノースリーから投げました、直球見送ってストライク。ここは1球見送ります。次は5球目投げました、打ちました、打球はそのまま伸びていく、見上げた、ホームラン、ホームランです。ソロホームラン、金本これで2打席連続ホームラン。ここでタイムがかかります。ニセ登板柳瀬、今日4人目のピッチャーとして登板です。バッターは5番新井、今日5打席目。さあ初球打ってきた、ショートボールを取る、一塁へアウト、ワンアウト。今日3安打猛打賞の関本、第1球を投げた、村本直球ストライク。さあ次の投球です、打った、ヒット、レフト前ヒットになった、ボールは中継へ、ワンアウトランナー一塁に変わります。右バッターボックスは7番メンチ、今日はまだヒットがありません。ライト取りました。バッターは DH のリン、ここまでヒットは1本。内角低め、チェンジアップ決まってストライク。第2球を投げた、外角低めいっぱいストライク、打った、ヒットになります。ボールは中継へ。右バッターボックスは9番矢野、これが5打席目になります。ストレート見送ってボール、高めわずかに浮いたボール、打った、ピッチャー取って一塁送球アウト、これで3アウト。9回の表が終了して10対4タイガース、さらに1点を追加しています。これからホークスの攻撃に入ります。ここまで2安打の田村、変化球ストライク、アウトコースへ、スライダーを使ってきました、ワンダッシング。さあ次の投球です、直球はストライク、内角低め、追い込んで投げました、掴みました、ワンアウトです。右バッターボックスは田上、ここまでヒットがありません。投げました、カーブはボール、まずは低め、投げました、打ちました、セカンド取った、一塁送球アウト、タイガース勝利目前。初球を打った関本、ボールを取った、一塁へアウト、ゲームセット。今日のハイライトシーンをご覧ください。本日のヒーローは平野、今日の試合を決定づける勝ち越しタイムリーを放ちました。お伝えしてまいりました試合は福岡ソフトバンクホークス対阪神タイガース、10対4タイガース勝利という結果に終わっています。実況担当川地直樹で福岡ヤフージャパンドームからお伝えしました。